はい、どうもちゃん。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。戻りがつおっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。戻りがつお。っていうことでね、今日は今が旬のカツオを買ってまいりました。で、カツオって1年に2回旬があるのご存知でしょうか？1回目は春に取れる初ガツオ。で、2回目の旬が夏の終わりから秋口に取れる戻りガツオ。特徴としては初ガツオはさっぱりと旨味の濃い味わいなんですけど、今回用意したこちら、戻りガツオはもっちりと脂の乗った身質になっております。どちらもまた別々の美味しさはあるんですけども、戻りガツオはね、やっぱりうまいですよ。僕も大好きな刺身のネタの一つでございます。で、カツオといったら、やっぱりカツオのたたき。これを今日はね、作っていきたいなと思います。で、バーナーでバーって炙って叩くんじゃなくて、今回は、こちらの、藁で焼いていきたいと思います。で、なんで藁で焼くといいかというと、藁の火って、火つけたら着火の時間は短いんですけど、火力がめちゃめちゃ高いんですよ。で、その高い火力で、カツオの表面を一気に炙ってあげる。そうすると皮がパリパリで、中は火が通ってない、レアなカツオの叩きができるんですよ。それに藁の風味も、またいいアクセントになって、とても美味しいカツオの叩きができます。で、今日は、アサヒビールさんから、製造後、工場から出荷するまで、3日以内の出来たてのゲノのやつを送っていただきました。こいつもいつもありがとうございます。なので、その鮮度抜群のゲノのやつと、この鮮度抜群のカツオでやっていきたいなと思います。で、カツオの叩きは皮がついたまま炙っていきますので、今日は皮を引く必要がありません。で、カツオはね、鱗もほぼついてないですね。もっとツルツルなんで、鱗も取る必要はありません。だけど、カツオはね、ここに硬い、なんか鱗の塊みたいなのがあるんですよね。ここを削いで3枚におろしていきます。で、今日は一番オーソドックスなカツオのさばき方やっていきたいと思います。まずはヒレを指で持ってピンと開けます。ここら辺までね、しっかり硬いのが入ってますんで、で、削いであげます。で、この時に出刃とかでもできるんですけど、できるだけね、こういう薄い包丁がいいですね。薄い包丁でできるだけ薄く、こうやって削いでいきます。薄く薄く。はい、こんな感じですね。この状態からも油がすごいの分かりますね。これは期待できるよ。で、反対側も同じように取っていきます。こんな感じで。背中の方はここら辺から入っているんで、ここら辺からスーッと。そしたら頭を落としていきます。で、頭を落とすときはさっきのこのめくったところから斜めに入れます。で、反対側向けてこっちも、はい、入れて頭を落とします。そしたらお腹を裂いて内臓を取り出していきます。はい、うわ、すごい脂だな。で、中に餌たっぷり食べてますね。ちょっと何食べてるか見てみましょうか。あー、食べてるものはね、これはイワシですね。カタクチイワシかな？たくさんのイワシ食べてました。はい、そしたらこの状態になりましたら3枚におろしていきます。で、3枚におろすときに、普通の魚と違うのは、カツオはここがとても硬いので、まずここに切れ込みを1本ずつ入れます。で、切れ込みを入れるときに、こう尻尾の方から逆包丁で、そしたら本当に皮を1枚切る感じで、さーっと、さーっと入れていきます。こういう風に入れたら、こういう感じになります。切り込み入りますんでね。で、こっち側も一緒ですね。こういう風に入れていきます。はい、こんな感じ。そしたら、あとはいつも通り下ろしていきます。まず下から一本。で、できるだけギコギコしないで、一発で包丁入れてください。カツオは一発。で、反対向けて、さっきのガイドラインから、ここで一回深く入れちゃって、もう一発。もう背骨までしっかり入りました。そしたら、はい。パカッと開いて、これで肩身取れました。で、次はもう反対側も同じように下ろしていきます。下ろすときはお腹の方から一本入れて、できるだけ一発で、一立ちで、反対向けて、このガイドラインのところから包丁を入れて、こっち側はね、一発で行くの難しいんで、二回で行きましょうか。一回、二回、背骨を感じながら。そしたら反対向けて、こっち側から骨を外していく。はい、おろせました。こちら、鮮度抜群な綺麗なカツオですね。で、次は、柳包丁の出番ですね。腹骨をすいていきます。腹骨をできるだけ薄くすいていきます。はい、こんな感じ。で、カツオの腹にはね、白い小さい米粒みたいな虫がくっついていることがあります。これにもいるかなぁ。あ、いたいた。これですね。
この米粒みたいなやつ、これの名前がねテンタクラリアっていう寄生虫なんですけども、これね気持ち悪いんですけど食べても全く無害ですので、あまり神経質にならなくても大丈夫。そしたらこの状態になりましたら、ここに血合い骨が入ってますんで、血合い骨を割って取っていきます。はい、こんな感じですね。これでよく見る形になりましたね。で、こう断面見ると、皮肌の油がすごい乗ってるの分かりますかね？中トロみたいになってますね。これがもう最高の戻りガツオの証。スーパーでこういうね、カツオの短冊見つけたら迷わず買ってください。そしたらね、ここに血合いがついてます。で、血合いが気になる人は、これ血合いここの段階で取っちゃってください。僕はね、カツオのたたきはこの血合いも好きなんですよね。血合いの風味も好きなので、僕は取りません。血の匂いが気になる方とかは、取ってあげた方が食べやすくなるかも。こっち側も同じように下ろしていきます。鼻骨をすいて、でここにね1本骨が入ってますんで、こういう風に取っちゃった方がいい。で血合い骨を外します。はい、こんな感じに仕上がりました。そしたら今日は肩身焼いていきましょうか。お腹と背中で、背中の方をおぶし、お腹の方を目ぶしと言います。目ぶしの方が油が乗って美味しい。まあでも戻りガツはね、おぶしも油たっぷりなのでどちらも美味しいですよ。そしたらここにお塩を振っていきます。カツオのたたきはね、この塩加減がとても大事。全体にまんべんなくうっすらかけるイメージですね。はい、こんな感じ。そしたらこちらの皮肌にも塩をパラパラパラっと振っていきます。ここでまんべんなく振らないと焼きムラができてしまいますんでね、塩の粒一粒一粒をさっとつける感じ。皮肌はね結構振りすぎかなっていうぐらい振ってもいいと思います。そしたらいよいよこちらを藁で焼いていきたいと思います。部屋の中でやると家が火事になりますので、庭に移動したいと思います。はい、では庭に移動してきました。うわ、藁のいい匂いがするわ。しかもこれ今年のお米の藁なので、ものすごく香りがいいです。よいしょ。藁を折って、ちょっと空気を入れて、よし。OK、こんな感じ。火の元には十分気をつけてやっていきたいと思います。で、カツオをセットと。いきます。はい、行こう。行こう行こう行こう。しっかりと、しっかりと煙をまとわす。よし、いい感じ。そしたら裏側めくって、うわ、めっちゃいい感じ。うわ、火が強い、すごい。で、身の方はそんなに焼かなくていいです。どっちかというと皮目をパリッと焼いてあげる感じ。はい、こんな感じに焼き上がりました。そしたらこれをキッチンに持ってって切っていきたいと思います。はい、ではこのように焼き上がりました。そしたらこちらを切って盛り付けていく。そしたらお皿に玉ねぎスライスをたっぷりと敷きます。たっぷりとね、これは妻の代わりですね。そしたらこの上にさっき焼いたこちら、カツオのたたきですね。これわかります？これちょっとしか火が入ってないんですよね。高火力でカリッといく、これが藁焼きのいいところなんですよ。はい、これでカツオのたたきの完成。そしたらこちらにかけるタレを作っていきたいと思います。はい、そしたらタレを作っていきます。まずはお好きなお醤油をダダダダーと入れます。そしたらそこにお酢も同じ量ぐらい入れます。で、そこにこちらすだちですね。すだちを1個分絞ります。で、砂糖をちょっと入れて甘みをつけます。ほんとちょこっとでいいです。で、そこにニンニクのすりおろしたものを入れます。で、そこにごま油もちょっと入れて香りをつけたら、即席カツオのたたきのタレの完成。そしたらこれをかけていきたいと思います。
はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。戻りがつおのわら焼きのたたき。そしたらこの玉ねぎと一緒にこういきましょうか。こちらいただきます。うん、うん、うまい。焼き加減バッチリですね。あんまり火が入っちゃうと焼き魚みたいになっちゃうんですよね。カツオのたたきはね、このぐらいがベスト。で、このわらの風味がすごい。普通にガスバーナーで炙ってたたきにしてもうまいんですけど、このわらの香りがつくことによって、ものすごくね、高級感が出ます。お寿司屋さんで出てくるカツオっていう感じの味になるんですよね。むちゃくちゃうまいです。タレも完璧ですね。すだちの風味がしっかり効いててうまい。で、この薬味たっぷりがね、うまいんですよ。カツオはね、薬味と食べてください。玉ねぎスライスでこうです。うまっ。そして、今回もアサヒビールさんとのタイアップなのですが、楽しみにしていたこれ。でん！ギーノのやつ！工場出来立てバージョン。これですよ、出来立ての。工場出来立てバージョンって、製造から3日以内に工場から出荷されたものなんですって。わ、なんか、待って。匂いが違う気がする。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。うめえ！やっぱうまいね。でね、なんか飲みやすいですね。喉にね、スーッて入っていく感じ。もちろん魚は新鮮なものがいいんですけど、ビールも鮮度って大事なんだね。それじゃゆっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。というわけで、今日は鮮度抜群の戻りガツオのわら焼きと銀色のやつ、美味しかったなぁ。この工場出来たてのスーパードライなんですけども、毎月月末の火曜日に製造して金曜日に発売するということです。つまり放送日の今日とか明日とかは、今週の24日火曜日に作られた工場出来たてのスーパードライが楽しめるということです。それとここでちょっとお知らせ。本日から次に朝日さんとのタイアップで、さばく魚の予想キャンペーンをやります。実は以前こういう風にツイッターでも実施済みなんですけども、抽選で僕がいつも撮影で使ってる銀色エプロン、銀色って書かれてるエプロンですね。で、その僕がいつも使ってるエプロンと、こちらの工場出来たてのスーパードライ6缶が当たります。皆さんぜひ参加してみてください。スーパードライはより良いものをお客様に届けるために努力挑戦することがモットーみたいです。やっぱりみんなに喜んでもらいたいっていう気持ちで作ってるんですね。朝日さんの姿勢を見習って僕も動画投稿を頑張っていきたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。